分待たせてんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、遅くなりました。2時間遅刻。おはようございます。遅い。もう、この寒空の下待たせやがって。ごめんなさい、2時間も。行きますか。はい、行きますか。ほら、あれですからね、制服色違うんですよ。はい。中学生だもんね。そうなんですよ、現役中学生。今年受験生中3。中3、え、中3だよね。2ですか、これ。今はでしょ、この春中3でしょ。あ、そうです。でしょ、びっくりした。やだな。待てよ。頭が回んなくなっちゃう。朝だからね。引くのか。おはようございます。おはようございます。わ、すごい。うわ、なに、え、モテモテ。あかり1個しか入ってないですよ。あれ、モテモテだな。あかり1個だけしか入ってないですよ。びっくりした。でも、あれだね、なんだっけ、本当にさ、あの、うん、モテモテの漫画に出てくるような男の子たちは日頃、うわーってなるんだね。そうなんですね。上履きはどう？なんかもう新品ですよ。ほんとだ。いやー、上履きだって。あ、16組ってこと？え？あ、ワンシックスだよ。あー！いや、もう、早く気づいてあげて。一番ないですよ。ダメダメ。自習。自習？あ、日直日直。こうやってたら、そうかな。あ、すごい、見て。今日12期、10期取れそうじゃん、やだ。12、今日は月曜日、教室だ、あったかいですよ。ちょっとこれ見たい。何？ねえ、待って、これ何？なんかの嫌がらせかな。なんであの英語にしたんだろうか。いや、彼の方が嫌がらせですよ、これ。彼の方が嫌がらせですよね。英語より結構な嫌がらせですよ、これ。大丈夫、何これ。あ、やめない、こんなの。何？いつそうなヤンキーだよ。よろしく。あ、し。あ、愛してる。I love you、愛してる。あー、すごいね、よく読むよね。おはようございます。今日も朝早いね。今日何時に起きた？今日はね、7時ぐらいに起きて、朝ごはんね、目玉焼き食べたの。いいね。目玉焼き 何かけるの、マリアは？塩。塩です。はい、はい、もっと面白いの来てる。醤油です。もっと普通だな。ちょっと待ってね、私なんか手紙入ってた、ラブレターが。ちょっとどうしよう。すごい。私、どうした、メールが。どうした、それ遊び方合ってる？ほら、マリア、ほら、カエル、マリア、カエルなれ。恐竜みたいだけど。いいな、ラブレター。ちょっと何？何これ。しかも結構小学生みたいな。そうね。地味。賑やかだね。おはよう。見てください、どこで拾ってくるの。下駄箱にいじめられてるんですわね。かわいそう。見て、下駄箱にね、こんなに手紙入ってた。下駄箱にこんなのが入ってた。いいな、これだ。くぬ、あがれも結構いじめだから。見て、見せて。ラブレターもらっちゃった。あ、4枚もらっちゃった。モテモテじゃん。うちはこの1枚からすごい思いが伝わったんだけど、ちょっと読んでみて。ここでこんなの出てきた。え、なに？あ、びっくりした。え、ちょっと下手くそ。え、ちょっと下手くそでしょ。あ、ゴキブリがいいな。誰かにゴキブリやろうよ。うん、誰？そこ開けてみ、そこ開けてみ。ここボタン押しながら開けて、ドア。マリアちゃんのお友達です。アレックスくんです。え、なに？おっさんの名前アレックス。まさかすぎて。いや、びっくりした今。久しぶり。久しぶり。去年会ったんですけど、去年ぶりなんですよ。アレックスくん元気だった？アレックスくん、アレックスくんの好きな食べ物なに？バナナかな。バナナ。これあげてみて。アレックスって言うか。そうだったの、ごめんね。嫌いだったら死ぬよ。わー！わー！
るなと思ったら、なんか違うもん出てきた。それ仕掛けますね。ね、ハルちょっと仕掛けてくるね。よろしく。寒い。まあね。まあいつも一人には慣れてますから。地域メンバー一人なのでね。あった。あ、ちゃんと木ごとのこの配列12機に混ぜてもらってる。よかった。でもこのポジショニングわかります？ここまで作っとけよっていう。ここまで作っとけよ。して寝坊しちゃって、優等生の私は早朝カラスの鳴くぐらいの早朝一人で登校するわけですよ。教室入って窓開けたりとか、優等生らしいことをしようかな。なんたって今日私スカートの丈も長めだし、第一ボタンまで閉めてるし、ほら優等生といえばストレートヘアもう極めてるんで、今日はおとなしめに。もうやだ、何をこういういたずらすんの、もうやだ。見てください、ゴキブリ。何ちょっと、まーちゃんおはよう。どうしたの？見て、私の下駄箱の中ラブレターが入ってるかなって思ったら、マキの、おはよう。チッ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 、楽しそう。ね、放送室行く、放送室どこですか？放送室こっち。置いていく感じ、あ、置いてかれた感じ。え、嘘でしょ。とりあえず遅刻した人に、この俺3人に、まあ、やっぱ深村さんですよね、こういう時。髪の毛入ってます。もうやだ、なんで私が蹴られるの、もうやだ。私は仕掛けようとしてもゴキブリ2匹も出てくるし、もうやだ。ほんとマリア料理です。今からマリアことゴキブリを始めます。うるさい。お頼みじゃんけんをして、上手に。よしよし、あ、よしよし、ようやくたどり着いた。カバン忘れた、遅刻するよ。早いよ、カバンちゃん。あ、もう疲れた。遅刻したくないんだけど、ね、みんなバッグ忘れてる。忘れた、バッグ。みんなバッグ忘れて、行くぞよ。前髪割れるからやだ。前髪割れる、絶対割れる。カバンがないからそのまま早く行かないと。やっと先生に怒られる。着いた。あかんよ、あかんよ、もう入ってこんなって。びっくりだ、ずんちゃん。まずいろいろ仕組んであるんだけど。ラブレターや、人生で初めて。え、待って、エリも入っと。エリポンたくさん。ね、なんでみずきんとこだけゴキゴキ動いてんの？え、違う、みずきもなんか、じゃあこれ見てみて、見て、やだー、見て、違うよ、中のババキや。やだー。ねえ、みずきちゃん、なんかモテモテだよ、みずきちゃん。そうだよ、取って、はい、ありがとう。はい、ねえ、中、ねえ、キモい、何みずき、いじめられてんの？なんか見て、早く取って、やだ、気持ち悪い、取って、自分の上向きやら取ってや。早く取りなさい。何これ、なんで2枚あると、同じ人から、そうやね、ちょっと、見る、なんだよ、なんで水着だ。
愛してる。これ読めちゃうっていうね、これを。なんで？おはようございます。おはようございます。やばくない、ちょっと避けちゃったんだけど、なんか本当に申し訳ないけど、I love you、愛してる、よろしくよろしくさん。誰？絶対ヤンキーやろ。なんで歌だけ吐きなよ。なんで水着のとこだけさ、 G がいるしさ、なんか髪の毛入ってるしさ。 G どこだったの？春菜の。春菜見てよ。でも私のところもゴキブリ入ってたんですよ。本当に？もう一人で投稿してきて、一人でギャーギャー騒いで、うん、バカみたいだよね。もう本当に悔しくってゴキブリ入ってたの。めっちゃ不気味じめられてるの。だってもう見てよ。もうしかもさ、ゴキブリ1個落としちゃったらさ、ここのさ、なんか隅っこに入っちゃって本当のゴキに見えるしさ。汚い、なんかついてる、やだ、本当に悔しかったです。え、なんでさ、福村瑞希